皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。大輔さんのあなたにしかできないことをございます。磨いたその夜空を開けて、そいつを飛ばしてくれば、そいつの寿命じゃねえ、そらしたら、苦しい旅が始まる。せらず続いても道の先、ちぎり組の最中追いかけた。そいつの最初さえられたら、その時点は旅倒して、さあ、さあ、なぜ、ずの、さあ、さあ、なんたらえとに、すんすん、とんで、いせ、すんすん、たのしん、さあ、なぜ、すん、たのしん、みたん、つつつ、いつはずさ、あなたにしかできないことや、僕にしかできないことが、まだ見つけていないけど、いや、嬉しいから、それで人との笑みを、振り返されて、その空を、私を連れていければいい、旅が途中、複雑な宿に、届かれるはず。みんながそうないくつに言ってる。あんがあんまさにどうせもかんがないんだよ。そってさんが言われてて、そんなにさんじゅうやしてたらしんてる。あんたいついでしだうじせんせいさすぎよ。あなたにしかできないことや。すずにしかできないことがある。ただ実は続けていないけど、なぜか実は嬉しいから、そしたらいつもして一度だけだよ。すずにそうそうさせたんだもん。それだけでいければいい。旅は途中。特別な遠くに、いつか会えるはず。あなたのその二人、ちゃんと見つけて、想像するあたいだけりと、んちゃんちゃんのなんだけど、んちゃんのやつらのうさんが、んちゃんのやつらではありません。あなたにしかできないことや、自信ができないその通り、そして、そして、味付けていないけど、味付けして嬉しいから、つらつらしたとしてどれによ、味付けして嬉しいのとだろう、そして、続いてみればいい、旅は途中、特別な奥に、きっと会えるはず。ご視聴ありがとうございました。